質問が来てます、はい、大富豪はどんな車に乗ってる人が多いですかという質問が来ています。はい、大富豪というとですね、やはりあのロールスロイスであるとかですね、ベンツであるとか、そういった高級車に乗ってるってイメージがあると思うんですが、まあ、もちろんね、高級車には乗ってることは事実なんですよ。ただこのどうして高級車に乗るかってところですよね。で、普通はまあ例えばあの自分がなんかこんだけお金持ちだぞとか、自分の社会的成功を示したいということで高級車を乗るっていうのが普通の人は多いんですよ、成功した方っていうのは。ただ本当の大富豪は違うんですよね。なぜ高級車に乗るか、これは第一は安全性のためなんですよ。つまりあのメルセデス・ベンツにしろ、例えば BMW とかロールス・ロイスなんかもそうですけど、室内の安全性がものすごく高いんですね。車がですね、こう何か大きな事故あってもですね、中では怪我をなかなかしにくいであるとか、まあ、命に関わるような怪我をしにくかったりしますので、その安全性を一番買ってるというところが一つです。あともう一つは、あのちょっと別の動画でもお話ししましたが、一緒にいる方を楽しましたいからなんですね。つまり車というのは一人で乗る場合だけではなくて、家族であるとか友人であるとか大切なお客様であるとか、そういったのと一緒に同じ空間を共にして、まあ、移動するっていう交通手段ですので、大切な友人、ビジネスパートナー、家族を快適に、そしてその車の中で楽しんでもらいたいという思いからですね、結果的にそういうことができる車というのは高級車だったりとかするケースが多いので、まあ、高級車という選択肢が多くなってくるということです。で、中でもですね、じゃあ具体的にどういう車が結構最近多いんですかということですと、まあ、もちろんあのメルセデス・ベンツであるとか BMW っていう、まあ、いわゆるあの、まあ、ドロスドシスとかとかですね、それ海外の、まあ、輸入車だけではなくて、日本もですね、ある車がすごく人気が大富豪にあります。で、この車何かっていうとですね、実はアルファードなんですね。アルファードはやっぱり居住性も高いですし、あとまあエンジン音も静かですし、あとですね、日本車なんで品がいいんですよね。やはりですね、あの豪華な車で例えば相手の方にこう乗り付けてしまうと、あの豪華な車、あ、いいなって思う人は少数なんですよね。実はあいつは誰が高級車乗り付けやがってと思っちゃう方が大半、実は高級車ほど人に妬まれたとかイラッとさせる車は実はないんですよ。ということで、やはりアルファードというのは日本車ですし、まあそんなに値段もですね、高いわけではないですが、ないですので、このアルファード、居住性、静粛性、安全性、とってですね、なおかつまあ、やっぱり移動の利便性であるとか、あと空間、室内空間が広いんでですね、いろんな改造ができるんですよね。ちょっとしたこう例えばあの座り心地のいいシートに変えたりであるとか、あるいはライトであるとか、ちょっとあの車の中で使える冷蔵庫をですね、設置したりとか、そういったこともできますんで、そういった意味ではアルファード非常に、まあ、大富豪の方々にも実は人気の日本車でありますし、まあ、普通の人でも買える価格帯の車でございます。もちろんですね、あのこの動画はトヨタ自動車様からの提供でお送りしているわけではございませんので、全く案件とかでは全くありませんが、アルファードは大富豪の方々に大人気です。以上です。